はい、詐欺好きな元新潟人のインシュトガンです。今回は麦とホップの、夏空のホップセッションですね。アルコール度数 4.5% 以上、5.5% 未満。原材料が発泡酒、過去バクガとホップと大麦とスピリッツ、過去大麦です。シトラスのように香るホップとフルーティーな香りのホップ、2つのフレーバーホップが奏でる、暑い夏にぴったりの爽やかな苦味と、驚くほど、淡々しい香りをお楽しみください。何が違うんでしょうか。さっきの、前回飲んだ、味覚のホップセッションと何が違うのか。ね。ああ、暑い。暑いな、本当に。いやー。乾杯。あ、こっちの方がなんかすっきりしてる。若干苦味も強いですね。うん。こっちの方が美味しい。まあ、ペールエールの薄くなったバージョンなんだけど、若干コクも若干あるか。うん、まあ、割と美味しい。これ美味しいですね。普通に美味しいレベル。カリカリ梅いただきます。暑い夏はカリカリ梅。札幌、ウーロン茶割りなんてのが出たんですね。まあ、ウーロンハイうまいっすからね。個人的に、ウーロンハイは、美味しい。なんか、その、食べる、時に、何かを、まあ、どっか行って、まあ、唐揚げとかなんか、肉料理を食べた時に、美味しいよね。うどん。お肉。ああ。まあ、こっちの方が苦い。コクも強い。苦め。
キリッとしてる。香りも割とある。あ、これはまあ美味しいです。普通にこれは美味しい。3244です。ご視聴ありがとうございました。